アンドレ・レジボは、第二次世界大戦期のドイツ陸軍、ついで武装親衛隊に所属した、ワロン人義勇兵。第二次世界大戦勃発前は、リエージュのベルギー国鉄職員であったが、ナチスドイツとソビエト連邦の戦争開始後の1941年8月8日、ドイツ軍に所属して、共産主義と戦うために結成された、ワロン人義勇兵部隊、ワロニー部隊に、志願入隊。 ドイツ陸軍での勤務を経た後の1943年6月、再編成に伴って武装親衛隊に移籍し、後に SS 突撃旅団、バロニエン第2中隊第4小隊長を務めた。1944年秋に編成された第28、SS 義勇敵団兵士団、バロニエンでは、第 69SS 敵団兵連隊第1、中隊長に就任し、 1945年2月から3月のポメラニア戦線に従軍。独ソ戦末期の3月中旬から4月下旬の間、バロニエン師団の生存者の中で戦闘継続を希望した将兵648名からなるデリクス戦闘団の第一中隊長を務め、4月20日の戦闘で重傷を負うまで、シュテッキテン・アルトダム共闘歩やオーデル川周辺でソビエト赤軍と交戦した。 最終階級は SS 将義。独祖戦の間、前線で8度負傷した。ベルギー王国、ワロンチーキ県リエージュ州1917年9月4日、アンドレ・レジボは、ベルギー王国、ワロンチーキ県リエージュ州南部のエワイユに生まれた。第二次世界大戦勃発前のレジボは、リエージュのベルギー国鉄職員であると同時に、リエージュイエズス会の金。 メダイユを持つほどの熱心なカトリック教徒であった、主催のカトリック系反共主義ファシズム政治団体、レクシズムの支持者であったかどうかは不明。第二次世界大戦勃発後、1940年5月のベルギーの戦いを経て、ベルギーがナチスドイツに占領されてから1年と数ヶ月経った1941年8月8日、ドイツ陸軍の指揮下で共産主義と戦う。 ワロン人義勇兵部隊、ワロニー部隊が結成された。当時23歳のアンドレレジボーも同部隊に志願し、陸軍一等兵として第四中隊、第二小隊に配属され、1941年10月、第373ワロン風評大隊と解消したワロニー部隊と共に東部戦線へ出陣した。1942年2月下旬、 ドイツ陸軍第373は論布表大隊に、とって、初の本格的戦闘となったクロモバやバルカの、戦いで、レジボンは負傷した。その後、前線に止まっていたか構想されていたかは不明であるが、1942年8月30日に、東部戦線従軍記章を受章し、1943年3月1日には、陸軍軍曹へ昇進した。 1943年6月1日、第373ワロンフ評大隊が武装新衛隊に移籍して、旅団規模に拡張し、7月3日に SS 突撃旅団、バロニエンと解消されると、これに伴ってアンドレ・レジボも総新衛隊へ移籍し、SS 号長に任官した。1943年11月19日から20日、訓練を完了して、 東部戦線のウクライナチェルカースイに鉄道輸送された SS 突撃旅団バロニエムは翌1944年2月17日まで s s ビーキング師団の一部としてパルチザンやソビエト赤軍と熾烈な戦闘を繰り広げたこのウクライナチェルカースイ戦線でアンドレ・レジボ SS5 長はアンリ・デリクス SS 中尉が指揮を取るバロニエン旅団第二中隊の 第4小隊長を務めていたが、第2中隊による、サクレフカ攻撃が実施された1944年1月4日に、負傷した。その後、レジボは1944年1月21日付で二級鉄十字章と、一般突撃章を授与された。1944年2月17日に、コルスン包囲戦を辛くも脱出した、SS 突撃旅団、バロニエンは、 かぶった損害を回復するため、同年の春に再編成を開始した。レオン・デグレル・ SS 少佐の演説や、ベルギー本国における外戦パレードなどを通じて、旅団が新たな義勇兵を募る一方、アンドレ・レジボ・ SS5 長を含む旅団の古参加士官の何名かは、キンシュラーク・ SS 総合的団兵学校に入学し、同校の戦時武装将校教育課程第一期生として、 商工教育を受けた。キシュラーク・ ss 総合的男兵学校に在籍中、レジボは前線での勤務を何度も希望したが7月下旬にエストニア先生へ派遣されていたが、彼の申請が認められることはなかった。1944年9月1日、レジボはキシュラーク・ ss 総合的男兵学校戦時武装商工教育課程第1期を主席で卒業し、 同期の者に先んじて、SS 少尉に任官した。その後、11月まで同家庭の商工男子機関を務めた、レジボ SS 少尉は、旅団から死団に昇格した第 28SS 義勇、敵団兵士団、バロニエンの、第 69SS 敵団兵連隊第1、中隊長に就任した。アンドレレジボ SS 少尉が中隊長を務める、バロニエン師団第6、 これは1944年秋に連合軍によって、ナチスドイツの占領下からベルギーが解放されたことにより、ドイツへ避難したレクシズムの青少年組織、ジュネス・レジオネールの重大後半のワロン人の若者が多数編入されたためであった。さらに、1945年1月もしくは2月、レジボの中隊に新たな義勇兵が加わった。 第 33SS 所属武装的弾兵士団、シャルル・マーニュ第 57SS 所属武装的弾兵、連隊、第2中隊の一個小隊が、ビルトフレッケン演習場を脱走して、バロニエン士団に参加し、同小隊の若い、フランス人義勇兵たちが第1中隊に、配属されたのである。そして、これらの若い義勇兵の多くは、 後のポメラニア戦線やオーデル川周辺の戦闘で死傷した。1945年初頭の前後から東部戦線ではナチスドイツへの復讐の念に燃えるソビエト赤軍が西部戦線では米英連合軍が着実にドイツ本土へ迫っていた。このような状況の中、アンドレ・レジボ SS 商員が所属するバロニエン師団は2月6日にポメラニア戦線の指定点に 鉄道輸送された。ポメラニア戦線の間、レジボイス s 商尉は、数回負傷しながらも抗争を拒否して前線に止まったり、中隊陣地が押しつぶされて背後から、赤軍兵が銃撃してくる中、氷のように冷たいいいな川を泳いで対岸の、味方陣地までたどり着いたりするなど、バロニエン師団の下級将校として奮戦した。そして、 レジボには1945年3月16日付で一級鉄十字章が20日付で戦勝、賞金賞が授与された。1945年3月12日、バロニエン師団の生存者の中で戦闘継続を希望した将兵からなる一個、大体規模の戦闘団がザボスの異名を持つアンリ・デリクス・ SS 隊を指揮官として結成された。アンドレ・レジボ・ SS は、 デリクス SS 単位の呼びかけに応じて、デリクス戦闘団に志願し、第一中隊の指揮を委ねられた。この時の、デリクス戦闘団の第一中隊の編成は次の通り。デリクス戦闘団、第一中隊中隊長、アンドレ・レジボ SS 将尉1945年3月14日、ソ連邦元帥、ゲオルディ・ジューコフが指揮を取る、第一白ロシア方面軍が、 アルトダム共闘砲を攻撃すると、レジボ SS 少尉が所属する、デリクス戦闘団は直ちにシュテッティンへ向かうよう命令された。3月16日、アルトダムへ出陣する数時間前、シュテッティンの資料工場においてレジボは、伝令のロベール・トゥリエ、第3小隊のジャックル・ロア・ SS 少尉、伝令のマルセル・ル・プラと並んで1枚の写真に収められた。3月16日夕方、 デリクス戦闘団は、アルトダムヘッケンドルフ間を防衛する、ブルーノールトナー中将のドイツ陸軍、第281不評師団の増援部隊として、戦場に到着し、シュタルガルドへ続く道を1200メートルにわたって、確保するよう命じられた。3月17日午前に一時、デジボイスス商尉の第1中隊は、ローゼンガルテンの森に沿った野原に到着し、 それまでこの地を死守していたドイツ陸軍の一個中隊と交代して布陣し、ソビエト赤軍の来襲に備えた。しかし、夜が明けると同時に、第一中隊の陣地が非常に危険な場所であることが明らかになった。そこは遮蔽物が全くないの原であった上に、周囲の森から現れる敵部隊が真っ先に攻撃を仕掛ける場所であった。案の定。 赤軍の猛烈な砲撃が第一中隊に対して加えられた。レジボ SS 少尉と彼の部下は身を伏せて砲撃に耐えたが中隊の多くの者が死傷した。この時、負傷した2名の小隊長に代わって第三小隊の指揮を取ったジャックル・ロア・ SS 少尉はローゼン・ガルテン・フィンケンバルデ艦において72時間にわたって赤軍部隊の進撃を阻止し、後に 岸鉄十字章受章候補に推薦された。その日の午後になって、ようやく第一中隊は、マチュードコステ SS 少尉の第二中隊と交代したが、それまでに中隊戦力の4分の1に当たる30名を失っており、状況は思わしくなかった。3月19日、赤軍はこれまでにない規模でフィンケンバルデの右側面への攻撃を開始した。 近隣の村々は恐ろしいほどの砲爆撃で破壊され、ドイツ軍部隊がこれらの拠点を維持することは不可能となった。しかし、そのような状況でもドイツ軍の廃山兵や落語者の集団は野戦憲兵に借り集められ、前線へ送り返された。なお、デリクス戦闘団は同日午後10時にアルトダム教頭歩から交代する許可を得たため、鉄道橋を渡ってオーデル川西岸へ交代した。 ワロン人義勇兵たちは、この3日間の戦闘で110名を失い、オーデル川西岸で再編成を受けることとなった。1945年4月中旬、補充兵を得て再編成を終えたデリクス戦闘団は、再建された第 69SS 敵岸兵連隊の第一大隊として、バロニエン師団参謀超フランスエレボ SS 少佐の指揮下に置かれた。 彼らは状況に応じた遊撃部隊として展開し、やがて、オーデル川西岸の小さな町シラースドルフ周辺におけるソビエト赤軍の脅威を排除する反撃作戦へ投入された。この時のアンドレ・レジボ SS 商員が中隊長を務める第 69SS 敵団兵連隊第一大隊、第一中隊の編成は次の通り、 第 69SS 敵団兵連隊第一大隊第一中隊中隊長アンドレレジボ SS 昇位1945年4月20日午後4時45分レジボ SS 少尉の第一中隊はシラースドルフ郊外オーデル川まであと500メートルという地点に到着した彼らは第二中隊との連絡を失っていたがもう少しでオーデル川まで到達できるという衝動に駆られ 町への突撃を観光した。しかし、勇敢に前進するレジボト部下に対し、シラースドルフの家々に陣取る赤軍の銃火が浴びせられた。これによって、ワロン人義勇兵たちの突撃はくじかれてしまい、彼らは遮蔽物に身を隠したが、赤軍狙撃兵は容赦なく彼らに狙いを定めた。第三小隊長マキシムアベエスエス上級総長は、射殺され、第二小隊長、 ジャックル・ロア・ SS 商尉も負傷した。中隊長のレジボンは茂みから茂みへと移動して、部下の救助と指揮の鼓舞を続けていたが、敵狙撃兵に両腿を撃ち抜かれてその場に倒れた。レジボンにとって、ボメラニア戦線到着以来の6週間で3度目の負傷であり、1941年に初めて東部戦線へ出陣した時から合わせると、通算8度目の負傷であった。そして、 重傷を負ったレジボーに代わって第一小隊長、ダニエル・ウーテル・ SS 少尉が中隊の指揮を引き継いだが、ウーテル・ SS 少尉も敵団に倒れた人物一。結果として、第69九 s s 敵団兵連隊、第一大隊によるシラースドルフ反撃作戦は失敗に終わり、彼らは再び後方へ退いたが、その後の散発的な戦闘でもかんばしい戦果を上げることはなかった。 1945年5月3日、レジボイス・ s 商尉を含むバロニエン師団の生存者、約400名はシュベリーンへ向かい、現地に進駐していたアメリカ軍に投降した。終戦時、アメリカ軍に投降したバロニエン師団の生存者は、イギリス軍に引き渡された後、1945年6月に、ノイ・エンガン目強制収容所の跡地に送られて、階級ごとに選別された。 その後、彼らは、ベルギー本国へ送還されて、大独協力者を対象とした裁判にかけられ、罪状に応じた判決を言い渡された。それから数十年後、第二次世界大戦が収束して長い時間が経った頃、ある人物がレジボの元を訪れた。彼は、後の2004年に、対戦中のレオン・デグレルとアロン人の大独協力についてまとめた、フォーレックスフォーベルジャム。 レオン・デグレルウォル・ンポリティカルミリタリー・コラボレーション1940から1945という本を表す人物で、デグレルの部下の一人であったレジボにインタビューを試みたのである。様々な質問をする中で、彼はレジボに対し、最終的にあなたは、どのようにレオン・デグレルをみなし、また判断しているのかということを尋ねた。長い沈黙の後、レジボは答えた。 そしてさらに長い沈黙を経てから、こうつけ足した。終戦の直前、バロニエン師団長、レオン・デグレルは、前線で戦いを続けているレジボたち、バロニエン師団将兵を置き去りにし、少数の側近と共に、スペインへ高飛びする準備を整えていた。しかし、レジボにとって、デグレルが、最後にとった行動は最悪のものであったが、それでもなお、デグレルは、 他のワロン人義勇兵と同じく1941年から前線で苦難を共にした戦友であった。1986年11月29日、アンドレ・レジボはベルギー国内で開かれた元ワロン人義勇兵の同窓会、サン・アンドレに向かう途中、自動車事故にあって負傷し、1987年2月15日に亡くなった。満69歳没。 レジボの遺体は2月18日に、故郷エワイユの墓地に埋葬された。ドイツ陸軍、編集武装親衛隊、編集、ダニエル・ウーテル・ SS 少尉、デリクス戦闘団、第一中隊第一小隊長1923年12月2日、ベルギー王国生まれ。レクシズムの青少年数、1943年6月1日、再編成に伴って武装親衛隊に移籍。 SS 突撃旅団、バロニエンの一員として1943年秋から東部戦線のウクライナに出陣し、1944年1月6日のサクレフカ攻撃の際の活躍によって二級鉄十字章を受章。続く、ノボブダの戦いでも活躍し、一級鉄十字章を受章した。1944年2月のコルスン包囲戦から生還した後は、 キンシュラーク SS 総合的団兵学校に入学して、商工教育を受け、1944年11月9日、SS 少尉任官。第 28SS 義勇的団兵士団、バロニエン配属後、当初は、第 69SS 的団兵連隊第7、中隊の第2小隊長を務めていたが、後に、アンドレ・レジボ SS 少尉の第1中隊に転属し、第1小隊長を務めた。 ダニエル・ウテル・ SS 少尉は、バロニエン師団が参加した1945年2月以降の、主な戦いのいずれも生き残ってきたが、終戦目前の1945年4月20日、オーデル川西岸シラースドルフで戦死した。出展後に武装新衛隊はロン人義勇兵隊、三ノ騎士鉄十字章受章者となる、ジャックル・ロア・ SS 少尉の中隊長。 他の士官候補生は1944年11月9日付で SS 少尉に任官した。1945年初旬、シャルル・マーニュ士団を脱走してバロニエン師団に参加し、アンドレ・レジボ SS 少尉の第 69SS 的団兵連隊第一、中隊に所属したフランス人義勇兵の一覧は次の通り。出典1945年5月3日。 バロニエン師団の生存者がシュベリーンでアメリカ軍に投降した時点で、すでにレオン・デグレルはドイツ・デンマーク国境を越えており、5月8日にノルウェーのオスロから飛行機でスペインへ飛んだ。1945年3月16日にシュテッティンで撮影された写真の中でレジボが不評突撃証銀賞を左胸ポケットに着用しているにもかかわらず、レジボの経歴及び 獲得勲章をまとめた道場 P209 に不評突撃章は記載されていない。ありがとうございます。